噂のレシピ、こんにちは、柴さとみです。今回は渡辺バークシャー純粋黒豚を使った給食を紹介します。やってきたのは鹿児島市田上にあるお城。このお城の中にあるのがお城保育園です。0歳から2歳の子どもたちが毎日元気に過ごしています。先生、普段の子どもたちの様子っていかがですか？はい、お城保育園の子どもたちはいつも元気いっぱいで、先生やお友達のことが大好きな子どもたちです。ダンス教室や体操教室があって、いつも元気に体を動かしています。今日の活動はサーキット遊び、平均台やトンネルくぐりなど、元気いっぱいに体を動かしています。とっても楽しそう。子どもたちの食への興味っていうのはいかがでしょうか？はい、いろんな活動の中でも一番食べるということが大好きなので、食事の時間や食育活動をすごくいつも楽しみにしています。野菜の収穫もされていらっしゃいましたよね？あ、そうです。季節ごとにいつも野菜をテラスで栽培しています。自分で育てたということもあって、なんか一番最初に食べてみるっていうことはしてくれて、いい食育活動になってるかなと思ってます。ちぎって。子どもたちが育てた野菜を収穫。たくさん取れました。この野菜は給食の先生へ届けます。食べようね。今日の給食は渡辺バークシャー純粋黒豚を使った黒豚五目ご飯と、鹿児島の郷土料理ガネ、アオサの味噌汁、酢味噌和え、そして子どもたちが収穫した野菜も一緒に。今回使う渡辺バークシャー純粋黒豚は太陽の U ブランド商品。 100% 純粋な黒豚を自然豊かな環境でおよそ9ヶ月かけて育てました。きめ細かく歯切れの良い肉質で、豚肉本来のほのかな甘みが楽しめます。子どもたちお待ちかねの給食の時間。普段のメニュー作り、気をつけてらっしゃることってございますか？はい、鹿児島県産の食材を使って郷土料理や旬の味を味わえる献立作りをしています。原材料を一つ一つこだわって選んでいて、素材の美味しさが子どもたちに届くように心を込めて作っています。子どもたちと、交流というか、言葉を交わされたりとかってあります？はい、そうですね。給食室も保育室と近いので、朝の会だったり朝の活動も覗きに行ったり、給食の時間も声をかけに行くことはよくあります。おいしいねってやっぱり言ってくれると、やっぱり励みになります。豚肉を使った料理ですけども、どんな、給食で使われたりとかしますか？今日の黒豚ご飯の他にも鹿児島の郷土料理の豚汁に使ったりしています。あと炒め物にお野菜と炒めて。子どもたち豚肉好きですか？大好きです。今回ご紹介した渡辺バークシャー純粋黒豚は太陽グループ各店で購入できます。最後はお城保育園の子どもたちと一緒に噂のレシピ、次回もお楽しみに。